今回は、よっしゃー、遠藤の最終回で有名な高屋シリーズについて解説していこうと思うぜ。パチパチパチ、この最終話の絵はやたら有名よね。そうだな。未だかつてジャンプ打ち切り遠藤こんなテンションで終わった漫画を私は知らないぜ。さて、この高屋がなぜジャンプ史上伝説と呼ばれているか霊夢は知っているか？私はまだ読んだことはないんだけど、なんかいろいろ迷走したってことは耳にしてるわ。そうなんだ。今回は高屋が伝説となった理由や作者のその後などいろいろ振り返っていくぜ。ちなみにウプ主は当時ジャンプで読んでたぜいで、結構好きだったから好意的な目線になるのは勘弁な。みんなもコメントで好き嫌いかを書いてくれるとみんなと意見共有できて嬉しいわ。初ゆっくり作成だから荒いところは今後に期待って感じで許してちょうだい。それじゃあ、ゆっくりしていってね。じゃあマリサ簡単に概要の説明お願いできるかしら。わかったぜ。高屋は2004年に読み切りが掲載され、この時行われてた近未来杯で優勝したのが始まりだ。え、すごいじゃない。そうなんだ。この近未来杯ではこの後人気作となる無ヨトロージーの魔法律相談事務所も掲載されていた。未来の人気作を読み切り合戦で倒したってことね。そんなに完成度が高かったの？もちろん振り返ると荒削りなところは多かったが、何よりヒロインが魅力的だと有名だったんだ。この子ね。ああ。ヒロインの名前は白川なぎさ。ツインテール、ツンデレ、幼馴染という属性持ちだ。めちゃめちゃ詰め込んでるわね。ただの詰め込みなら終了だったんだが、白川なぎさはオフェンシブツンという新しい概念を生み出したんだ。何そのオフェンシブツンって？一言で言うと攻めのツンデレだな。通常ツンデレって受動的なんだ。反応が可愛いというか、可愛い表情を引き出したくなるよな。そうね。照れてる様子が可愛いわよね。一方、白川なぎさは出れてる時も相手の優位を取ろうと、あえて胸を押し付けるような誘惑をしていくんだ。胸が当たってるんですけど。当ててんのよ。この時の、当ててんのよ、というセリフはネットで話題となり、萌え豚どものハートを打ち抜いたんだぜ。当ててんのよって行為はこの漫画によって作られたんだね。今では某イラストサイトでは専用カテゴライズされるほどの人気タグだぜ。さて、近未来杯で優勝した高屋は無事2005年に学園バトルラブコメディとしてデビューを果たす。来たわね、簡単にあらすじだけお願いしていいかしら？わかったぜ。主人公の穂村高屋は不器用で成績も悪く中学浪人寸前。高校進学が危ぶまれるほど追い込まれた場面から始まるんだ。ダメダメ系主人公なのね。そこに追い打ちをかけるように父から言われた言葉がこちらです。倒産の会社な、倒産したんだ。そんなベタな親父ギャグが許されたんですね。当時のジャンプは優しい心で包まれていたんだぜ。しかしお隣さんが世界有数の金持ちの白川家だったんだ。なんと100億円もポンと寄付してくれたんだぜ。確実にオーバーキルの金額だと思うけど、シャレにならないお金持ちなのね。5000万でいいから私にも分けてくれないかしら？日本株高配当買ってリタイアするわ。霊夢ファイア願望あったのかよ。話を戻すぜ。ただし交換条件があったんだ。それが白川家が有する専部学園への強制入学だった。高屋の両親は喜んで快諾したんだぜ。もちろん本人の許可は得ていないんだが。お金で親に売られる主人公は、漫画あるあるだね。現実にやったら毒親確定よ。そんな感じで白川家の娘である渚、その兄の翔と共に専部学園高校に通うことになるんだが、この学校がとんでもないところだったんだ。え？どんな風にとんでもないの？そこは強い者だけが生き残り、弱気は淘汰される。力こそ全て、がモットーの学校だったんだ。この学校内だけ核の炎に包まれたのかな？暴力が支配するって言うと間違ってないのかもな。生徒は少なくとも9万人以上いるようなんだが、勉強シーンは皆無だぜ。え？学校よね？漫画で唯一の授業描写が鉄球を避ける訓練だ。うわぁ、頭まで筋肉になりそうね。霊夢の予想通り、治安は鬼悪いぜ。毎日喧嘩は普通で女性でもボコボコにするし、なんなら巨大ハンマーで潰しにかかってくる。ちなみに学園は森に囲まれてるんだが、周辺には大型のライオンなんかが生息している危険地帯だ。なんか毎日死人が出そうな学校ね。そんな学校で主人公高屋は、白川兄弟が所属する白川流武術部に入部し、強くなっていく物語だぜ。細かい突っ込みはさておき、少年漫画の王道って感じね。さて、2005年に始まった高屋も1年後最終話を迎えてしまうんだ。う
どんな漫画でも悲しいわ。簡単に最終巻の内容を説明するぜ。異世界に湧くした主人公は世界最後の希望と言われたバイス王国の姫と共に世界を混乱に貶めたシュバルツ王国。その王である、暴君ネロー固有能力であるクラフトと呼ばれる武器を使って異世界の仲間と共に数々の困難を打ち破りながら、主人公はクラフト赤き陽光モルゲンゾンネとら光線を組み合わせた必殺ら光山で。どうした霊夢？説明する漫画間違えてませんか？なんで中二病全開の異世界ものを説明し出すの？モルゲンゾンネって何語なの？ドイツ語だぜ。でもこれさっきの漫画で合ってるんだぜ。高屋がなぜ伝説になったのか？それはたった1年の連載で急激な路線変更を2回も行ったからなんだ。え？じゃあやっぱりさっきのは高屋だったの？そうなんだ。高屋は最初学園ラブコメだったんだ。バトル要素ももちろんあったんだが、読み切り版でも言った通り、ヒロインの魅力がこの漫画のキーポイントだったからな。だが、連載途中からトーナメントが始まったりしてバトル中心にテコ入れされていったんだ。これは、ジャンプあるあるね。カテキョウリボーンみたいに成功する例もあるからあながち悪いとは言えないけどな。だが、ジャンプあるあるトーナメント形式でもアンケートがあまり取れなかったのか。第2章ではなぜか突然異世界転生ものにテコ入れされてしまったんだ。伝説となった理由はここにある。なんと主人公とヒロイン以外のキャラは全入れ替え、今までの世界観もぶち壊し総特化し、中二設定を加えた空想ファンタジーもの大転換。うわぁ、ヒロインは記憶喪失になり、幼馴染属性、師匠属性、ツンデレお嬢様属性をなぜか全て捨ててしまった。人気のあった部分もテコ入れしてどうするのよ。もはや主人公だけ引き継いだ別漫画じゃない？だな。当時連載を読んでたウプ主も含め、ネット上でも誰も急展開についていけてなかった。ちなみに、高谷にはサブタイトルがついてるんだが、読み切り版は、高谷お隣さんパニック。連載開始時は、高谷専部学園激闘伝。異世界転生編では、高谷夜明けのエンジン王、にテコ入れの度に変更されていったぜ。ラブコメからバトルもの、異世界ものへの路線変更がわかりやすく表現されてるね。2回目のテコ入れでは読者に不親切と思ったのか単行本の裏表紙や目次には米印この作品は高谷専部学園激闘伝の続編ですと注釈が入れられていた。編集も急すぎるって分かってたんだね。そして学園編が好きだった視聴者勢もついていけず、新規読者も獲得できず、異世界編はたった1巻で打ち切りとなったんだ。か、悲しい。でもなんで伝説になるくらいのテコ入れをしてしまったのかしら。編集の提案？それなんだが、やっぱりアンケートが悪かったのかなぁと思うぜ。当時は面白く読んでたんだが、荒削りな部分ももちろんあったし、何より当時のジャンプがな。どういうこと？まあ見てくれ。これが高谷が打ち切りになった時のジャンプ連載リストだ。これは、なかなかの強敵揃いね。そうなんだ。この頃ジャンプは他にも人気漫画が乱立し、この中で新人作家が戦うのは、正直厳しかったんじゃないかと思うぜ。ウプ主みたいな荒いところも楽しめるやつは別として。なるほどねー。それでアンケートが悪くなるたびにいろいろ実験していったのね。だな。当時連載を読んでたウプ主も含め、ネット上でも誰も急展開についていけてなかった。バクマンっていうジャンプ作家を描いた漫画でもパターンは大きく分けて2つある。今まで通りの漫画として最高のものを見せる。もう一つは次の作品のためにいろいろ試してみる。多少無理な展開でも次に繋ぐためだから価値はある。って編集も言ってるしな。高谷は次の連載に向けていろいろ試していたのかもね。ネタにされてるけど応援したくなっちゃうわ。一応高谷の作者はその後、原作者として名前を変えて、恋染もみじっていう学園恋愛もので連載を始めたぜ。おお、それは嬉しいわね。成功してほしいわ。私も応援したいんだが、恋染もみじも全4巻、31話ですでに打ち切りとなってしまった。漫画家って厳しい世界ね。連載されていた2012年には、ニセ恋、パジャマな彼女、など、ライバルとなるラブコメディが複数連載され、ラブコメ戦国時代、と呼ばれていた。こっちも厳しい時代だったのね。だな。だからこそ面白い漫画が来た時には嬉しいし、読者として楽しむのが私たちの礼儀だぜ。じゃあ本日の解説はここまで。よっしゃー、エンドー。あんたさてはそれやりたかっただけでしょ。